ジュール・ベンシェトリは、フランスの俳優。ジュール・ベンシェトリは、監督で俳優のサミュエル・ベンシェトリと女優のマリー・トランティニャンの息子である。5歳の時に、リトアニアのビリニュスに滞在中の母親が当時、交際中のカシュベルト・ランカンタに殴られ、転倒したことが原因で亡くなる。2018年6月30日に、父親のサミュエル・ベンシェトリが、 歌手で女優のバネッサ・パラディと結婚し、彼女がママ母となる。母方の祖父母は、俳優で、監督のジャンルイ・トランティニャンと監督のナディーヌ・トランティニャン。俳優で、監督のバンサン・トランティニャンの老い、俳優のクリスチャン・マルカンとセルジュ・マルカンの老い、レーシングドライバーのルイ・トランティニャンとモーリス・トランティニャンの総ソ,ソンにあたる。また、1986年生まれの俳優ロマン。 ゴリンカと1993年生まれのポール・クルゼのイーフテイでもある。ブラスサイ高校で写真を学ぶ。父親が監督したシェジーノとアスファルトの2作品で映画界でのキャリアを始める。2018年にはルドビック・ベルナール監督の映画パリに見出されたピアニストで主演を務める。同作品の演技で第44回、セザール賞の有望男優賞の候補に上がったが、 最終ノミネートには至らなかった。ありがとうございます。